の先代から長く愛されているお菓子としましては、この下の奥にありますボストンという商品なんですけども、一番そこにパイを引きまして、でスポンジスポンジの間にカスタードクリーム、上を生クリームでした、まあ、シンプルな構成のお菓子なんですけれども、これはもう、長く好きだと言ってくださるお客様があるので、もうなかなかやめられずに、でまあ、夏とかお正月とかで帰省でこちらの方に実家がある、方が戻ってこられたタイミングで、もうあの懐かしい小さい頃食べてたボストンを買いに来たよっていう形で来てくださるお客様がありますね。もうこれはもう定番の切らすことができない商品ですね。巣立っていかれてもね、求めに来てくださるっていいことですよね。そうですね、ありがたい話ですね。他にもどんな商品？そうですね、あとはもう人気の商品としては、シュークリームのタルですね。パイで包んだパイシュー、シューガルカのや、シューパリゴ、これはアーモンドの、クリームを、シューガーの生地の上に乗せて焼いて、で中はキャラメル味のクリームにしてあるんですけど、この商品なんかが人気の商品ですね。この商品はもう、長く愛されていますね。こちらの方もこれも20年以上はもうずっと出している商品ですけれども、